で今明治を迎えているということであります。明治以降は、高島、飛島を含みます神野島、外町、そしてこの白石島村、北木島町、そして真鍋、武島を含む真鍋島村という2町2村になっておりましたけれども、昭和30年に笠岡市に、加わり現在に至ります。漢字4文字絶対忘れてくる、欲しくないキーワード。なんだっけ、そこまでいけるだけでも十分。はい、幸男さん、帝国主義、はい、帝国主義の論ですね。あーと言えるだけでいっぱいだな。はい、帝国主義、もう少し、漢字じゃ幸男さんもまとめていただきまして、という生あの島におけるましてもお話をお伺いさせていただきました。そして先ほどあの真鍋の方へ行きまして、真鍋中学校の